オフホワイトはイタリアのストリート系高級ファッションブランドを展開するアパレル企業である。アメリカ合衆国のファッションデザイナーであるバージルアブローによってイタリアのミラノにて2012年に設立された。オフホワイトは独立店舗やバーニーズニューヨーク、セルフリッチズ、ハロッツ、ボンマルシェ百貨店等の高級百貨店で取り扱いしている。ブランドの特徴として 引用布の使用、ジップネクタイ、黄色の工業用、バックルベルトデザイン、十字を作成する四、方向矢印などの様式化されたアイテムを使用している。ナイキ、リーバイス、ジミー・チュー、イケア、エビアン等タブランドとのコラボレーションにも積極的である。同社は2012年にイタリアのミラノにてバージルアブローによってパイレックスビジョンとして設立された。 パイレックスビジョンは古典的なラルフ・ローレンのラグビーフランネルシルエットにパイレックス23を印刷したために非難されたために一度放棄し次にアブローは会社をオフ・ホワイトとして再ブランド化したこれはファッションの世界に対して黒と白の間の灰色の領域をオフ・ホワイトの色と表現している年からはパリファッションウィークにてコレクションを展開し 香港、東京、ミラノ、ロンドン、ニューヨークにて発売された。オフホワイトは、ナイキ、リーバイス、リモア、ジミー・チュー、イケア、モンクレール、ブラウンズ、ウォービー・パーカー、エスンス、サングラス・ハット、チャンピオン、エビアン、コンバース、ドクター・マーチン、バーニーズ・ニューヨーク、アンブロ、ティンバーランド、村上・隆、ヘロン・プレストン、エイサップ・ロッキー、バイレード、ボーイズ・ノイズ、 ボンマルシェ百貨店等、多岐にわたりコラボレーションやデザインをしている。シカゴ現代美術館に展示されている、オフホワイトとナイキのコラボレーションスニーカー2016年秋と2017年冬に、オフホワイトは、ディーバイスのメインラインであるメイドクラフティットとコラボレーションし、12作品をリリースした。2017年の初めに、同社はナイキと協力して、エアジョーダン。 コンバース、ナイキエアマックス、ナイキエアホースワン、ナイキブレザーシューズをフィーチャーしたスニーカーコレクションであるテン」というプロジェクトを構築した。コラボレーションシューズラインはレビーリングとゴスティングの2つのカテゴリーに分類された。オフホワイトとナイキのデザイナーはプラスチックやチュールなど様々なパターンや様々な種類の素材を使用して90年代スタイルの靴を再構築した。 2017年、同社はチャンピオンと協力してトラックスーツ、パーカー、フリーズ、T シャツなど16種類の衣料品を開発した。2017年8月、同社はレーベルオーギーとエイサップロッキーともコラボレーションした。18年、同社はジミー中と提携してダイアナ日に触発された夏、春のコレクションを作成した。2018年4月、同社は ミレニアル世代向けの家具についてイケアと協力した。2018年秋と2019年冬に、同社はサングラスハットとホーユーアイズオンリーと呼ばれるユニセックスサングラスのラインでコラボレーションした。2019年3月、同社は様々なトレーニング服についてエスニスと協力した。二千十八年六月五日、同社は限定版の透明なスーツケースであるリモアとの コラボレーションをリリースした。コラボレーションの成功に続き、2018年の10月には、セカンドコレクションも発売された。2019年6月、オフホワイトは、シカゴ現代美術館と協力して、ナイケアフォースワンの新しい青色を作成した。ありがとうございます。